さやかちゃん、はい、今日はですね、はい、ゲストの回です。香川智くん、よろしくお願いします。最近ミニツアーで優勝したプロと同じスコアで回ったっていう子ですよね、うん、そのプロと同じスコアっていくつだったんですか？67です。67? 5アンダー、はい、すごい。ラウンドしながらね、いろいろ聞きながら凄さをお見せできればと思います。越えた。左に落ちてる。危ないかも。いいでしょ。左なんだよ。ダメだよ、もうダメだって。多分いけす。まだまだなんで、5番ウッドです。はい、ありがとうございます。OK、お久しぶりです。まだ距離があるので、3バットでいきます。7番やんね。またバンカー手前にある。絶対入れたくないと思った。めっちゃ左見えました。なるほど。25ヤード7番で打ちます。なんか嫌だな。金ちゃん、バンカーの右になりますからね。やばいっすね。あっ、突っかかったんですけど、乗るね。あ、左。めっちゃ結果終わるじゃないですか。やばね、この微妙なつま先上がりでもダメなのよ。ダメなでしょ。このほんとちょっとなんだけどね。ちょっともダメだ。そう、ちょっともダメだ。打ちやすいんですけどね。そうなんだ。
ヤードアプローチです。アプローチ壊して。いいな。ないんだよなこれ。もう左から攻めたいです。あ、分だ。右出たからびっくりしちゃった。ないね。
あ、強かった、うん、あ、でも、ちょいカラーぐらい。あ、めっちゃうまい、ずいちゃん。どうだ、振りそうだったか。今ちょっとロブしたんですか。そう、振りそうな、怖くない。取らなくて大丈夫です。はい。なんかここグリーン重くないですか、これ。もう、あ、見えます、大丈夫です。リアルじゅんちゃん、今さっき言ってたのと同じになっちゃうかもしれないですよ。何が2週間くらい話されるからね。大事だけど、ほんとにほんとにほんとに話さ置いてかないで、小学校20代うちらだって確実にダボとかやっちゃってる。やってますね